私にできること。地学館中等教育学校1年、堀川ひな子。私は今、父、母、2人の姉、祖父母、おば、2人のいとこの10人で楽しく暮らしています。先日、学校で SDGs 持続可能な開発目標について授業を受けました。今、当たり前のようにできていることができなくなったらということを考えてみました。とても不便だことです。そして家族がいなかったらとても寂しいと思います。当たり前が幸せだという発想はありませんでした。家に帰って家族にその話をしました。私は戦争や紛争がなくなれば全てが解決し、世界中が平和で幸せになれるだろうと思っていました。しかしそれ以外にもたくさんの問題があることを知りました。改めて父と SDGs17 の目標について考えてみることにしました。インターネットでユニセフのホームページを調べました。全世界で5歳までに520万人の子どもが亡くなっていることを知りました。他にも私が当たり前のように通っている学校に5900万人も通えていないこと、水道の蛇口から水を飲むことができない人が22億人、そのうち1億4400万人は用水路や川、池などの水をそのまま使っていること、トイレが家にない人が42億人いて、そのうち6億7300万人以上の人が屋外で用を足していること、極度の貧困状態の下で暮らしている人が7億1000万人いることを知り、とても驚きました。人数が多すぎて最初はよく分かりませんでしたが、日本の人口が1億2000万人だと考えてみると、想像すらできない状態が全世界で起こっていることに気づきました。17の目標を見ていき、わからないところは父に聞きました。ユニセフのホームページを見た後、その目標を達成するためにはどうすればいいか話し合いました。すると17の目標が全てつながっていることがわかりました。しかし問題が大きすぎて自分ではどうすればいいのかわかりません。まずは自分の身近なものからできることを考えてみることにしました。私は読書と食べることが好きです。食べ物の中でも特にお寿司が大好物です。17の目標14、15番目に海洋資源、陸の生態系の保護、保全があります。私はプラスチックごみのリサイクル活動を率先して行っていきたいと強く思いました。なぜなら海洋プラスチックの問題が私たちの健康にも影響を及ぼすことを知ったからです。人間が捨てたゴミがマイクロプラスチックとして魚の体内に取り込まれ、私たちはその魚を食べているのです。今まではそのゴミが何でできているのか考えたこともありませんでした。今回ゴミの分別やリサイクルをすることの重要性を知り、未来のことを考えてゴミの分別を徹底するべきだと思いました。またそのことを発信していきたいと思います。私のしようとしていることはとても小さなことなのかもしれません。ですがみんなこの問題に関心を持って日々生活することで、少しずつ問題に向かっていければと思います。世界中の人々が安心して暮らしていけるように、自分ができることを見つけて増やしていきたいです。